源の諸房全県小民のるは、江戸時代後期から明治時代に刊行された、電気集。全員10巻20冊。菊池王彩筆。上古から南北朝時代までの皇族、中心、列布など585人を時代を追って肖像化し、漢文で略伝を伏す。日本の歴史上の人物を視覚化したものとしては、画期的であり、明治中期頃から、 国会意識の高まりにつれ盛んに描かれた歴史画においてバイブルとしての役割を果たした。成立年代は、要塞の孫にあたる菊池武志9が記した後女によると、巻末の五女の記載から文政初年記筆明治元年完成したとある。また、天保7年の年期がある呪者、松田淳氏の序文に、脱光の旨が記され、制作の中心時期は、 文政天保期だと考えられる。天保14年には、初編2巻4冊が刊行されたが、その後おそらくは、経済上の理由から観光が進まず、明治元年に、ようやく全館刊行されて、完成を見たであろうことが指摘されている。全県古実関東の霊言によれば、要塞は交渉の巻を設けようと考えていたらしいが、果たせず、明治36年。 要塞の孫にあたる菊池武子宮や山下茂民の編集により、夕食古日の交渉一巻が付加され、交渉全権古日として、東洋堂より再刊された。全11巻。上巻衆、万象動画伝など中国の人物画伝の形式を踏まえている。人物図制作にあたって、周古十種から多数図柄を援用もしており、 アリワラの成平やオ野東風のように過去の肖像画から図用を拝借した例も見られるが、東京国立博物館所蔵の画工からモデルにポーズを取らせて描いたことがわかる。さらに、弟子の渡辺昌廷の回想によると、要塞は弟子に人間の骨格を研究させるため、月齢の写生会に打体の人体モデルを用いたという。時代交渉についても、十巻末に、 全県古事通じる新書目と題した参考資料目録があり、古事記、日本書紀などの歴史書や、源氏物語、古今和歌集といった文学書、さらに絵画資料を含む264件もの資料名が挙げられている。加えて、東京国立博物館書像の全県古事には、ページごとに参考にした古気旧物のスケッチが添付され、 図中の装束や所持品の転居を知ることができる。楓三年特製本の全県古実二冊が細川港から岩白、高塚様三道を通じて、公明天皇の展覧に強せられた。さらに、明治元年9月出版の半国本、全県古実全十巻二十冊が三条、耳、東、久世道富を通じて、11月1日明治天皇に献本された。 この功績より要塞は明治8年明治天皇から日本絵師の称号を賜った。ただし、これらは要塞側の文献から復元した辞籍で公文書などから確認が取れない点は留意する必要がある。全見古実は明治期の美術、特に歴史画において図像の転居や夕食古実の教科書として多大な影響を与えたことで知られる。無論、 研究の進んだ、現在の目からすると、語尾も、少なくないが、古実研究に基づく、新たな歴史画の方向性を示した功績は大きい。夕食古実の研究家で画家でもあった、関安之助は、後年、当時の歴史画家で、全県古実を学ばぬ者はおそらく一人もないと、言っても差し支えないほどだったと回想している。要塞門化の松本風子や渡辺清 鈴木家村らは、もちろんのこと、橋本画法や小堀智ネらの日本画家にもその図柄が、当衆あるいは借用された。要塞に死縮した、梶田藩半子は、弟子たちに、全権古実を模写して学ばせ、前田清村、小林古景ら優れた、歴史画家たちを生み出す契機となった。また、全権古実は、明治期の浮世絵にも、しばしば図柄が借用されている。特に、 月岡義都氏は、早くも、慶応三年間の、縫い蔵、吸い込め名伝で図用を取り入れており、その後も、第二本名将館本庁治友人英雄喚、月百姿など、全県古実に習った作品は、数多い。要塞に、弟子入りを願ったこともある義都氏は、ややもすれば緊直な要塞の歴史画を改変し、ダイナミックな構図と、 強烈な色彩で、より迫力ある画面に仕上げている。吉都の弟子の水野俊方や宇田俊秀、で、同時期に活躍した小林清家や尾形月光らの作品にも、全見古実の影響が見られ、明治浮世絵の規定を成している。さらに、全見古実の影響は、洋画や彫刻にも及ぶ。特に、本田近吉郎や石井かなえ子ら明治美術界の洋画家による、 歴史画に、その異用が、如実に見て取れるさらに若い頃の現部将は、全権古実を忠実に模写しており、この頃部将と信仰のあった、三宅勝美によると、同じ画塾の仲間も、全権古実を丹念に模写していたという。他にも、ラグーザに指示した、彫刻家、佐野章作で、現在は、ハマリキュウオン指庭園にある、神マテイの地像も、 全県古実からの影響が強い。教育の分野に目を向けると、元田長ザが編集し、松本風子が画を担当した、就寝書、洋楽公洋館や洋画家、インド又手が原画を描いた、小学生用の歴史教科書、高等小学歴史館などの学習材にも、全県古実が、天居の中心、英雄像が散見され、同書が、 近代日本の国民教育にも利用されたことがわかる。しかし、明治30代の半ばも過ぎると、これだけ流行した、全見古実も、時代遅れになっていく。今村志向や、安田幸彦、前田清村、小林古慶ら時代を担った日本画家たちは、画家で言えば、要塞の孫弟子にあたり、修行時代は、全見古実に習った作品を制作している。 しかし、西洋の芸術館の影響を受けて、新しい日本画を目指す彼らたちは、それまでの共有された歴史意識や風俗交渉の正しさより、画家の個性の表出や絵画としての美しさへと、表現の重心が移っていき、全県古実は次第に帰り見られなくなっていった。ありがとうございます。